今回は、顔認識、拾ったスマホ、S デパート、という話を紹介します。ではどうぞ。俺はこれ、最強に怖い話だと思ってる。さっきテレビで関係する話が出てて、思い出したので、数年前のこと、俺はとある企業で、とある研究チームの一員だった。と言っても、白衣を着て薬品を扱うような研究職じゃない。俺たちがやってたのは、カメラの顔認識システムとその応用の研究。一台のメインコンピュータにアプリケーションを入れて、そこに各地の防犯カメラの映像を送ると、顔を認識して、ID0001 は X、Y、Z を通った、ってログを、勝手にどんどん作成してくれる、みたいな。ただ、そんなのは当時でも結構ありふれてたから、そのベースとなる、顔認識アプリケーションに、全然機能を加えていくことになった。数打ち当たるってやつだな。最初に取り組んだのは、年齢推定、の実装だった。聞いたことあるんじゃないかな。メカニズムとしては天気予報と同じで、あらかじめ顔と年齢をセットで、数千通り読み込ませておいて、カメラが顔を認識したら、その、正解リスト、を元に、予想値を弾き出すって感じ。シンプルな方法の割には精度が高くて、試験段階でも4割くらいはぴったり当てて、あとは誤差プラマイ8歳程度。結構面白かった。でもまあ、年齢推定、なんてのも、いろんなとこが挑戦してて、もっと独特なものを実装せねば、と奮闘していた。幸い俺たちの手元には、大量の顔写真&個人情報サンプルがあったので、いろいろと試すことができた。名前、学歴、出身地、などなど、さすがに名前予測は無理だった。ああいう理算的なものは、コンピュータには理解できない。だが驚くことに、学歴推定、中卒、高卒、大学卒、一流大卒の4パターンについては、6割近い正答率を誇った。また出身地も、北海道から沖縄までの連続的な値として、コンピュータに認識させると、都道府県レベルで 10% 近い正答率だった。なんだ 10% か、と思うなかれ、これは結構衝撃的だった。年齢の推定は、人間でもおおよそ当たりはつけられるが、出身地の推定を10回に1回も、ぴったり当てられる人はそうそういないだろう。要するに、十分量のサンプルがあれば、コンピュータの推論は、割と当てになる、ってこと。ここまで前書き。本題はここから、ある日チームでも結構マッドな、サイエンティスト、A が、余命推定やってみようよ、と言い出した。当時全盛期だった、で、ノートの影響でも受けたのだろう。しかし個人情報サンプルには、当然ながら、余命、なんて欄はない。撮影年、没年がわかっている、歴史上の人物の写真でも使えばいい。白黒でも認識精度に、大きな影響はなかっただろう。もちろん、カラーのサンプルに比べると精度は落ちるが、顔認識のメカニズム上、ほとんど問題はない。しかし、それではサンプル数が足りないのでは？要は顔と撮影日と死んだ日がわからいいんだ。天災やら事故やらの被害者を使えばいい。ちょっと待て、それじゃ外発的な要因で死んだ、サンプルが混ざることになるぞ。それでいいんだよ。とニヤニヤするどうやら奴は、総合からその人の健康状態を推定し、というのではなく、いわば道端の占い師まがいのことを、コンピュータにやらせるつもりらしい。死者をサンプルに使うことには、少なからず抵抗があったが、その頃の俺たちは、好奇心旺盛な奴らばかりだったので、すぐに手をつけ始めた。毎日毎日ちまちまと写真、没年引く撮影日イコール余命を入力していき、数週間でサンプル数は2000に到達した。そして試験運用、と言っても、正解、がわからないので、誤差計算もしようがないのだが、最初に試したのは俺だった。システムを起動し、カメラの前に立つ。すぐに顔に照準が定まり、コンマ数秒の計算の後、弾き出された答えは、60、だった。ふむ。男性の平均寿命が80代であることを考えると、いい線いってるのでは？言い忘れていたが、俺たちはみんな20代前半で、リーダーだけ30代。次々と他のメンバーも試してみたが、やはりサンプルが少なかったのか、答えはバラバラ。23、112、75、42、と、結構無茶苦茶な答えばかりである。ひときわ強烈だったのが A で、なんと、余命0年、を宣告されてしまった。やはり、コンピュータに占い師の真似事をさせるなど、無理だったのかもしれない。だが、手動で2000ものサンプルを打ち込んだだけに、このままお蔵入りとするわけにはいかない。一晩、ログ自動生成モードにして、会社のサーバーに保存されている、様々な場所のカメラ映像を擬似的に読み込ませた。翌日、コンピュータはしっかりと、何千もの認識ログを吐いていた。統計処理を施すと、興味深い事実が浮かび上がってきた。
撮影場所によって、その推定値に大きなばらつきが見られたのだ。読み込ませた映像の中でも、例えば小学校で撮影されたカメラの、余命推測平均は確か、106、だった。以下、数字はおよそそれぐらい、というものだ。これは、全ログの平均値である。46、に比べてはるかに大きい数値である。逆にそれを最初に下回ったのは、サービスエリアで撮影された映像で、その平均値は、38、だった。車に乗っている奴は早く死ぬ、とでも言いたいのだろうか。以下平均値はどんどんと減少していき、余命平均ワースト2は、県内のある老人ホーム。平均値は、15。最下位は？お察しの通り、病院だった。なんと平均値、4。いやちょっと待て。病院とはいえ、いくらなんでも余命平均値4年というのはおかしい。部活で怪我をして運ばれてきたような、まだまだ先の長い子供だって大勢いるはずだ。何かエラーが発生したのかもしれない、と生ログを参照した。そして思わず声を上げてしまった。ID1234 バユー34、バユーはこの場合、推定余命を示す数値だ。それがこういった書式で、ずらーっと書いてあるんだが、34、とか、50、みたいな普通の数に混じって、いくつも存在してはならない数が記載されていたのだ。負の数である。念のため、他の場所のログもざっと確認してみると、マイナス付きのものは、どこでも2、3個は発見されたが、病院のログほどではなかった。文字通りに解釈するのであれば、余命マイナス3年、というのは、死んでから3年経過、ということになる。余命マイナスのものが極端に多いおかげで、余命平均値が大きく下がってしまったのだろう。と冷静さを保とうとする努力はしたが、もう全身嫌な汗が出っぱなしだった。その後チームで話し合いを重ねたが、嫌な結論にしかたどり着かなかった。すなわち、余命推測などというのは、誤差が大きすぎて当てにならない。あるいは、私たちの周りに、余命マイナスのものが平然と闊歩している。当然採用したのは前者の結論。上層部には、顔認識を利用した健康状態の調査をしていたことにして適当な報告書を書き、これは元から予定していたことだったが、このプロジェクトは闇に葬り去られることとなった。私たちは毎日何百もの人々とすれ違い、目線を交わしている。その中に、余命マイナスの顔はないとどうやって生きることができようか。うわ、重要なオチを書き忘れてたよ。A は、余命0年全国を出されてから、1年経たずに、本当に死んでしまった。通勤ラッシュ時に、ホームから大ジャンプを決めたらしい。なぜコンピュータにそれが予測できたのか？全くわからない。コンピュータが知り得た情報は、サンプル、と、対象者の顔、だけである。しかし、事実として A は宣告通りに死んでしまった。死相、という言葉がある。人がもうすぐ死にそうだ、というのがなんとなくわかってしまう。能力者、がいるのだと。非科学的なことは信じたくないのだが、この事件以来、俺は防犯カメラと人混みが怖くてたまらなくなってしまった。よほどの生命の危機や必要に追われない限り、病院にも近寄らないようにしている。私は定年後、登山を趣味としている。登山といっても、有名な山に重装備で挑む本格的なものではなく、いわゆる軽登山と呼ばれる程度のものだ。その程度でも、自然に触れることがどれほど素晴らしいか、実感することができる。四季折々の風景に見とれ、野鳥や風の音に耳を澄まし、澄んだ空気を味わい、五感が研ぎ澄まされる感覚に酔いしれ、都会の喧騒や仕事を忘れて、束の間の自由を手に入れる。さらに金もかからないとくれば、健康的かつ健全なこれ以上ない趣味と私は思う。いつもの週末、私は近くの山に出かけた。自宅から小一時間で到着する行きつけの山は、綺麗に整備されたトレッキングコースがあるため、私のような初心者でも、安全に楽しむことができる。コース入り口まではいつも通り車で向かう。途中、寺院や霊園を横目に車を走らせ、コース入り口へ無事着いた。軽く準備運動をした後に、私はコースへと足を向けた。トレッキングコースは緩やかな登りから始まる。見晴らしのいい山道を歩き、遠くの山々を眺めながらのんびりと歩く。私は体力がないことを自負しているが、そんな緩やかな道でも歩き始めはかなりきつい。息を切らせながら歩いていると、次第にその息苦しさから解放される瞬間が訪れる。私はそれを、体が山に馴染んだ、と称し、山の空気が肺を通り、体中の血管をめぐって、心臓に行き着くようなイメージを思い浮かべる。還元すれば、山に受け入れてもらった、という錯覚すら感じるのだ。小一時間ほど歩いた頃、コースは最初の分岐点に差し掛かる。
左右どちらに進んでも同じ場所に出るのだが、左に進むと長く緩やかな山道を進み、右に進むと短く険しい山道を進むことになる。この日は調子も良かったため、右の分岐を選んだ。それまでの道とは違い、細く険しい道が続く。多少のきつさはあるが、馴染んだ体にはそれすら心地よい。登りきる頃には、有名な大きな岩が見えてくる。そこは、ちょっとしたパワースポットにも認定されている。私はそこで一服することにした。大きな岩には座禅岩と名称があり、どうやら昔に高尚なお坊さんが、ここで座禅を組んでいたらしい。まあよくある話だ。ここで私はコンビニで買った軽食を頬張りながら、野鳥の声に耳を傾ける。木々の隙間から漏れる光を浴びながら、心地よい至福の時間を堪能する。しばしの休憩後、私は少し進んだ先の分岐点に差し掛かった。左は正規のルートでコースを進むことになり、右に進めば大きく迂回はするが、コース入り口をさらに戻り、途中通った寺院付近まで戻ることができる。いつもであれば左に進むのだが、この日は右の分岐から寺院を回り、コース入り口まで戻るルートを選択した。この道は正規のコースから外れるためか、めったに人と出くわさない。代わりと言っちゃなんだが、熊に注意、の看板を、やたらと目にすることになるのだが、その日も誰にも出くわすことなく、私は道を進んだ。しばらく歩くと、道端にスマホが落ちているのを発見した。拾い上げると汚れてはいるものの、電源は入りっぱなし。前日は雨が降ったのに、よく壊れていなかったなぁと思った。待ち受けには小さな子供が映っている。スマホの感じから、同年代の年配者が使用しているような。そんな印象を受けたことから、おそらく孫ではなかろうか。悪いとは思いつつ、少しスマホの中身を拝見することにした。よほど可愛いのだろう。アルバムにはその孫と思われる写真ばかりが並ぶ。その出来合いぶりには、かくいう私も同じく孫を持つ身だからこそ、共感できた。そんな孫への思いが詰まった、スマホを落としてしまい、さぞ持ち主も悲しい思いをしているだろう、と思った私は、これを交番に届けることにした。山のふもとに交番があったことを思い出したものの、まずはこの方の近親者に交番に届ける旨、連絡をしようと考えた。発信履歴を見ると、山田敏子、亀井、という方に多く連絡をしている。落とし主の配偶者であることを祈って、電話をかけた。おかけになった電話番号は、現在使われておりません。私は耳を疑った。山田敏子への直近の発信履歴は2日前。昨日落としたと仮定すれば、その前日には電話をしていた。なのに繋がらない。そんな短時間の間に、相手は契約を解約したというのか？続いて発信履歴を、上から順を追って電話をかけてみる。おかけになった電話番号は、現在使われておりません。数件かけてみたものの、先ほどと同じアナウンスが無情にも流れる。私は電話帳から無作為に電話をかけた。しかしどの番号も、使われていないという、アナウンスに繋がるではないか。料金の未払いなのか？故障なのか？私はそれを確かめるべく、そのスマホから自分のスマホに、電話をしてみることにした。電話口からコール音が聞こえると同時に、自分のスマホから着信音が流れた。ということは、このスマホは壊れていない。念のため、通話状態にすることにした。もしもし、自分で自分に電話をかけるという行為に、若干の気恥ずかしさはあったものの、誰も見ていないという状況が救い。私の声は拾ったスマホを通し、自分のスマホから、ちゃんと聞こえることを確認した。特に故障の類ではなさそうである。とすれば発信した先々が、本当に偶然が重なって解約していることになる。こんな偶然あるのだろうか？と疑問を感じていると。返して。電話口から小さな人の声が聞こえた。老人のようなのぶとい声だったと思う。どこから聞こえたか定かでなく、そもそもそれは声だったのかすらわからないが、その時私はそう聞こえた。不意にざっと強く吹いた風に、私は身震いした。急に何か得体の知れないものを、手にしてしまったような、キンキンに触れたような、恐ろしい感覚に襲われた。この気味の悪いスマホを、捨てようと思ったが、大切な孫との思い出が詰まった、スマホの持ち主の気持ちを考えると、それを捨てるなんてとんでもない。ただその感情とは別に、何かに監視されているような視線を、感じ始めていたこともあって、余計にそれを手放すことができなかった。形容しがたい感情を抱えながら、私は急いで下山することにした。あそこに立ち止まるのは良くない、そんな気がしたからだ。もともとこのコースは、人に出くわすことが滅多にない。だからこそ先ほどから感じる、妙な視線のようなものから、解き放たれたいという焦燥感から、年がいもなく、私は山道を駆け回った。息を切らしながら寺院まで戻ると、観光客や登山者の姿が見えてくる。気がつけば、視線は感じなくなっていた。
ほっと一息ついたところで自分の車に戻り、麓の交番へと向かった。交番には中年の警察官が暇そうにしていた。私は山の中でスマホを拾ったことを、まず伝えると、その警官は大型のシェパードを飼っているそうで、よく山に入るらしい。すぐにその場所を理解してくれた。そこで私は素直に、このスマホの落とし主を知っている方に、交番に届ける旨を伝えたく、無作為に電話をしたことを話した。それじゃあなた、このスマホの中を勝手に見たわけ？まあ結果的にそうなりますが。そういうの感心しないんですけどね。懸念そうに、警察官は渡したスマホを眺める。それでかけた先、すべて現在使われていませんという、アナウンスが流れるんですよ。それじゃ、連絡先の方が解約したってことでしょ。10件以上かけましたよ。それが全部繋がらないって、おかしくないですか？それに私、自分にもそのスマホからかけましたけど、ちゃんと繋がりましたし。それは調べてみないとわかりませんが。それについては調べてみるということで、警察官に落とし物についての、調書を取られることになった。調書を取られるにあたり、私は拾った日時や場所などを、再度警察官に説明した。このスマホの持ち主が見つかったとして、あなたには拾ったものとして、お礼を受ける権利があります。あなたの連絡先を伝えても大丈夫ですか？それについては、お礼欲しさに拾ったわけでないので結構です。そんなやり取りをしながら、最後に拾得物件預かり書を渡されて続きは終了。なんだかんだ小1時間かかってしまったが、無事届けられたことに満足していた。それから数日後、その出来事を忘れた頃に、ある一本の電話がかかってきた。見覚えのない番号だったが、電話に出ることにした。〇〇か、余計なことをしやがって。ただで済むと思うなよ。〇〇は私の名前だが、唐突に口汚い言葉を投げかけられた。声の感じからすると、年配の女性と思われる。その一言で電話は切られた。あっけに取られた私はいきなり失礼だろうと思い、かけ直して文句の一つでも言ってやろう、と着信履歴を開く。あれ？この番号って、見知らぬ番号であったが、何か引っかかる。もしかして、と着信履歴を遡っていく。あった。あのスマホを拾った日、私は自分のスマホへと電話をかけたことを思い出す。それと同時に、例のスマホの発信履歴から、自分の番号を削除していないことも思い出した。履歴を残したのは自分の落ち度であるが、それでもいきなり電話で、文句を言われる筋合いはない。別に感謝されたくてやったわけではないが、あんな言い方をされるとさすがに腹が立つ。感謝されることはあっても、あんな言い草をされる覚えはない。腹の虫が収まらないと、通話ボタンを押そうと身構えた。ちょっと待てよ。なんで相手は私の名前を知っているんだ？と冷静になって考える。スマホには私に関する情報は電話番号しかない。とすればあの警察官が私の名前を伝えたんだろう。お礼はいらないから、私のことは相手に知らせなくていいということを伝えたはずなのに、なんと口の軽い警察官だろうか。これだから田舎の警察官は、と思うと無性に、彼に対して文句を言ってやりたくなった。私は預かり書に記載のある番号に電話をかけた。はい、四角派出所です。もしもし、私〇〇と申しますが。ああ、先日の、どうかされましたか？どうかじゃないですよ。私は今しがた電話を受けた相手に、言われのない罵倒を受けたこと。相手のスマホに発信履歴は残したものの、知るはずのない私の名前を、相手が知っていたことを伝えた。お礼の件は結構って言いましたよね？あなた、私の個人情報を伝えたんですか？いや、待ってください。ちょっと話がわからないのですが、相手方があなたに、直接連絡してきたんですよね？だからそう言ってるじゃないですか。あの拾ったスマホと同じ番号から、かけてきたんですよ。ちょっと落ち着いてください。だいぶん興奮していたのか、私をなだめるように警察官が言葉を遮った。〇〇さん、それはちょっとありえない話です。はぁ？どういうことですか？少し間を置いて警察官は言った。まだ、〇〇さんが拾ったスマホは、ここに落とし物として保管しています。は？落とし主がまだ現れていないのですよ。それに、充電が切れて電源は入っていません。今、手元で確認していますけど、うんともすんとも言いませんよ。これ、だから何かの間違い電話じゃないですか？電話を切った後、私は例の番号に目をやる。拾った時に感じた、言い知れぬ恐怖が思い起こされる。もう関わらない方がいい。女性の言葉に一抹の不安は感じつつも、私はその番号を着信履歴から削除した。あれから1ヶ月、特に身の回りで何か起きてはいない。このまま何事もなく過ごせることを、祈るばかりである。
だが最近になって、あの監視されているかのような、鋭い視線を感じることが増えてきた気がする。いや、気がするだけで実際は何もないのかもしれない。あの電話の言葉に、過敏になっているだけかもしれないが、この勘違いかもしれない誰かの視線には、恐怖を禁じ得ないのである。これは20年以上前に、都内 S デパートで警備員のバイトをしていた時に、職場の先輩から聞いた話です。都内 S デパートは縦に長い建物であり、一人で受け持つ巡回経路は複雑で長いものです。新人である私が覚えきれているはずもなく、最初のうちは先輩と共に異常確認を行います。EV ボックスの位置や紐と確認場所、シャッターボックスの位置など、その際に念入りに引き継がれ、その後に一人で回るようになります。そのフロアは、婦人服売り場がメインの場所でした。先輩と二人で回っていると、ちょうど建物の中ほどの、非常階段付近の防火シャッターの前で、おもむろに上を指さしていました。この警報、死んでいるから。そう聞いてもその時の私は、故障かな?くらいにしか、気に留めなかったのです。警報にはいくつかありますが、火災報知器、いわゆる煙管と、赤外線の2種類がそのデパートでは主流でした。赤外線は天井に張り付いた白濁の半球状のもので、注意してみれば、今でもどこのデパートでも見られると思います。でも、ドア系は生きているんでしょう?と私が尋ねると、当たり前だ、と先輩は答えました。非常階段付近には、大抵お手洗いがあります。警備巡回時には、不審者が一番潜んでいやすい場所ですので、もちろん中を調べます。婦人服売り場だけあって女子トイレしかなく、個室内に人影がないかどうか確認します。私たちは用具入れを含めて通り一遍確認を行い、その場所を後にしました。私はその時から、先輩の顔色が悪いことに気がつきませんでした。待機室に戻ったのは、深夜3時を少し回った頃でした。引き継ぎ巡回のため遅くなり、他のみんなは仮眠室に行っているようで、私たち二人しか残っていませんでした。先輩は椅子に腰掛けるなり、私にポツポツと話し始めました。あのさ、さっきの警報、なんでこ、していると思う?故障しているわけじゃないんだ。私は、何を言いたいんだこの人は?と思いつつ、おとなしく、さあ、とだけ答えて、先輩の話を促しました。ほんと言うとさ、俺、あそこの女子便所、あんなに丁寧に見回ったの初めてなんだ。あそこの便所さ、用具入れの、ほらモップを洗う、深くてでっかい洗面器あるだろ?あそこに以前、子供が捨てられていたんだ。なんでも、ある若い女性が気分が少し悪くなったので、トイレに駆け込んで用を足したそうです。そうすると便器には、かろうじて人の形をした赤ん坊があったそうです。その女性は、自分が妊娠していたことなど全く気がついておらず、最近遅れているなぁ、し、なぁのせいかな、楽でいいや、くらいにしか思っていなかったそうで、それを見たときは、どうしていいかわからなかったそうです。その赤ん坊、と言っていいかどうかわからないほどの未熟児は、すでに赤黒く、変死していました。そのために流産したのでしょう。女性は流れ出た胎盤と一緒に、流してしまおうかとも考えたそうですが、見つかったら誰かが埋葬してくれるのでは、という期待から、用具室の洗面器にそれを救い移し、逃げるように S デパートを後にしたそうです。すぐにそれは発見されました。第一発見者は、清掃業者のおばさんでした。当然、警察が来ましたが、未熟児の状態では、誰の子供かなんてわかるはずもありません。簡単な現場検証をした後、早々に引き上げていったそうです。発見された日の夕暮れに、警察に本人もまだ子供な年齢の母親が、出頭してきました。気になって戻ってみると騒ぎになっており、どうしたらいいのかわからなくなって、名乗り出たそうです。女性の年齢が年齢だけに、確認が終わると後はないないで処理され、S デパートの関係者にも、観光令が敷かれたそうです。事件の夜、夜景に先輩の友人が当たったそうです。その時点ではみんなも、気味が悪いなくらいにしか思っていなかったそうです。それって普通な感性なのか、と思われるかもしれませんが、寒い冬の夜など、前日に駅の地下通路を追い出されたホームレスが、朝に外部シャッターを開けると、横たわって凍死していた、ということが年に何度かあります。変な具合に慣れているのでしょう。先輩の友人も万有なのか慣れなのか、そのまま巡回に出発したそうです。婦人服売り場は、普通に巡回していれば1時過ぎに通りかかります。先輩の友人は、女子トイレの前に来てさすがに緊張して、通路から辺りを照らしてみたそうです。店舗内には異常は見られませんが、何か変な気がしたので、もう一度懐中電灯を向けてみました。そこにはマネキンが置かれているだけです。異常なし。その人は、
あえて声を出して確認したそうです。するとマネキンの瞳が、目頭から目尻に向かってぐるりと動いたそうです。その人を見据えるように、一斉に他のマネキンも、ぐるりと視線を向けたそうです。背後にあるマネキンの視線までも、背中越しに突き刺すように感じ、その人は体中が硬直して、全くその場所から動けなくなったそうです。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。心の中でひたすら念仏を唱えたそうです。するとどのくらいか時間が経ったのか、不意に体が動くようになり、それまでの硬直のせいか、どっと倒れるように膝が崩れたそうです。先輩の友人を突き刺していた視線も、感じなくなりました。しかし、体中から油汗が染み出して、鳥肌と遅れてきた震えのせいで、満足に立ち上がることが、なかなかできなかったそうです。膝をついて、通路の床をしばらくじっと見ていると、不意に、腰につけた無線の呼び出しがかかりました。場所丸々、発砲。管理室からでした。感知器が反応しているということです。条件反射で無線を手に取り、発砲了解。と言わずって答えたそうです。そのおかげかどうか、その人はそのやりとりで、気持ちを落ち着けることができ、なんとか立ち上がることができました。場所は先輩の友人のいる場所のそば。そう、女子トイレ前の感知器です。もうマネキンの視線を感じることは、ありませんでしたが、目を向けることができなかったそうです。2メートルほど先にある、警報器の解除ボックスのところまで行き、本来なら異常を確認しないといけないのですが、そのまま解除、再設定としたそうです。発砲丸々、異常なし。管理室に連絡を入れ、その人はそのまま足早に立ち去ろうとしました。しかし、一瞬視界の中に入った店舗の異変を、遮ることができず、あたりにあるマネキンの首だけが、グッググッと女子便所の方に回り出したのが、視界に入ってしまったそうです。しかも首の動きとは逆に、瞳だけはその人の方を睨むように動いています。場所丸々、再発砲。腰の無線が怒鳴っていますが、動くことができなかったそうです。そんな状態が数十分続いたので、管理室では先輩と何人かが借り出され、様子を見てくることになったそうです。駆けつけてみると、その人は固まったまま立ち尽くしていて、暗闇でもわかるほど汗をかき、紺色の制服はじっとりと濡れていました。先輩はとりあえず警報器を再設定して、友人に手を貸して待機所に戻ったそうです。先輩は、しばらくして落ち着いた友人から、話を聞いたそうです。その当時、婦人服売り場のマネキンは、瞳の部分に、ガラスがはめ込まれたものを使っていました。普通はブラシで描かれているのですが、リース料金も変わらず、ちょっと豪華に見えるので、店内のすべてのマネキンを、ガラス目にしていました。そのガラスの瞳は、ライトを当てると、視線を向けたかのように見えるので、その見間違いだろう、と友人を慰めたそうです。警報器の発砲はセットしても、10分ほどでまた再発砲するので、故障だろうということになり、後日取り替えるまで解除したままで、その日は終わったようです。先輩の友人は何日か休みを取り、気持ちを落ち着かせて、再度あの婦人服フロアの夜景に挑んだそうです。きっとそうしないことには、決着がつかなかったのでしょう。休みの間、他の人が巡回しても、特に怪現象はなかったそうです。警報器はそれまでに、何度も新品に取り替えたのですが、夜中になるとむやみに発砲を繰り返すため、原因不明のままで来い、つまり子、したままになっていました。先輩の友人が婦人服フロアを巡回したのは、前と同じ1時過ぎでした。気持ちを落ち着かせて、異常確認をしたそうです。今度はマネキンたちは動いていません。その人は、やっぱり気のせいだったのか、と思い、女子トイレの中に入っていきました。そこも特に異常はなかったそうで、外に向かおうとした時、それが目の隅に映ったそうです。女子トイレには壁一面に化粧鏡があり、そのうちの一枚が用具入れの扉を映していました。その扉が、徐々に透けていくように見えたそうです。先輩の友人は、横に向いた顔を鏡に向けることができず、片方の目で鏡を凝視していたそうです。すっかり扉の透けた用具入れは、白くて大きい洗面器を鏡の前にさらしていました。その中には、溶けたような腕を洗面器の縁にかけ、頭とおぼしきものが、ゆっくりと立ち上がろうとしているのが、見えたそうです。その人は凄まじい勢いで、先輩たちのいる待機所に駆け込んできました。その後の夜景をすっ飛ばして、帰ってきたそうです。さすがに先輩たちも気味が悪くなり、そこにいる全員で、その人の残りの巡回経路を埋めたそうです。先輩の友人は翌日、仕事を辞めました。そのせいかどうか、マネキンの瞳はガラスから、再びブラシのものか、もしくはマネキンそのものを配置しなくなりました。それまで鍵のなかった用具入れには鍵がつき、警報器はこう、したままになりました。私は黙って先輩の話を聞き終わり、
それで、もう何も起きないのでしょう？と声をかけると、その時初めて、先輩の顔色が真っ青なのに気がつきました。いや、わからない。言っただろう？それ以来、俺を含めて誰も、夜景であの女子トイレを、まともに巡回する奴なんていないからな。でも、今日は何もありませんでしたよ。私がそう言うと先輩は黙って。そうか、そうみたいだな。お前には、と言って、口をつぐんでしまいました。私にはその後も、その場所では、怪異と呼べるものには出くわしませんでした。もちろん、女子トイレは巡回していませんが、先輩は私が仕事を辞めるまで、それ以上は話してくれませんでした。私と巡回したその日、先輩は女子便所の鏡を見てしまったそうです。そこには、無数の子供の手の跡があり、それがどんどん鏡に映った先輩の方へ、移動していくのを。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。